秋の街歩き、飲んだくれいです。先週ね、山行ったんでね、じゃあ次の週、そう今日なんですけどね、山、ちょっとな、やっぱり街だなってわけでね。でね、このね、カラッとね、いいこの秋の空の下、東京とか横浜の都会の街もまああるかないんですけどね、せっかくならね、空気のいいのんびり、そういったとこ行きたいってわけで今日は箱根です。今ね、強羅の駅前なんですが、いや私ここ箱根初めてなんですよ。生まれて初めて来てましてね、さっぱり勝手が分かりません。本当にね、ぶっつけ的でね、で今日はこれからね、この大涌谷っていうんですか、あそこをね、ぐっとロープウェイで行って、で芦ノ湖に降りて、でそっちの方をのんびりしてから行こうっていう、そんな予定なんですがね。いやしかしここ箱根ね、11月からはすごいっていうのは聞いたんですよ、人がね。今日はね、2023年の10月の29日でまだ10月なんですよね。いやだからまあそこそこね、こうまったりしてるかと思ったら結構な人ですね。まあ今年のね、頭春ぐらいまでウイルス騒動でみんなね、出られなかったんで、その半年でみんなガーって出てきてるっていうのもありますからね。今年富士山もすごかったですからね。本当に今日はいい天気かな。いや午前中、そう朝までね、雨ぐずぐずしててどうなるかと思ったらカラッと晴れましたよ。あ本当に、ね、朝雨降っていたおかげで空気綺麗です。本当にまあごたごた言っててもね、時間がもったいないんで、では行きましょう。あいいですよ。ええ、そうなんですよ。地元なんですけど、すごい今日ハロウィンで。いいとこ住んでます。でももうこう引っ越してて、私も本当は東京の中野なんですけど、あそうなんですか。もう実家がこっちなんで帰ってきました。いや、ここでね、本当に家があるっていうことはね、本当にのんびりできてね、しかもこんないいとこ、うまい水、うまい水、羨ましいですよ、本当。でも、病院とか、実際は大変です。あそっちは都会の方が便利です。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。じゃあ箱根を回るんですか。え？箱根を回るんですか。ちょっと今日はね、大涌谷にこういった芦ノ湖までぐらっと行ってやろうと思う。本当に。いやいつもね、登山なんでね、これね、命の心配のないとこあると思っていいですね。本当にね、今崖とかね、ガレ場とかザレ場とか一歩踏み合わせたら死ぬようなとこいつも歩いてるんだよね。いやのんびりできていいですよ。まあノンダックレイって言うんでね。YouTube やってるんで、暇つぶし、ノンダックレイ。で、ちょっとこれ、あ、いいですよ。ノンダックレイさんとか。ノンダックレイ。話取ってノンダックレイ。ノンダックレイ。YouTube でやってるんですよ。見てみる。3、2、0。すごいね。ユニフォーム取ってね。頑張ってください。回ってきます。ありがとうございました。よし、ありがとうね。いいね。うまいな、たまーのいな、もんだって。あ、酒屋さん行く？素晴らしい。いつもその格好で行ってる。そうなんですよ。先週はどこ行ったかな、山でね、あれはそう、山で堀高尾を行ってんですよ。あちなみに僕はこの強羅観光協会の会社やってますか、バランスです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。いや、観光協会の主でしたね。いや、すごいですね。いやいやいや、ここは本当にのんびりとしたいいところですよ。まあ、それはともかくね、行ってみましょう。この強羅駅からはね、ケーブルカー、これでこの山の上の方のロープウェイの駅まで、早雲山駅だったな、行けるんですけどね。いや別にここブラブラしててもいいなと思うんですよね。またね、混み合った電車の箱の中で牛詰めになるのもなんだし、なんだってね、ここはね、空気がいいんですよね。忍者カフェ、そう、まあ、それはともかくね、これをね、こうぐっとね、行くとこのケーブルカーと並行していけるんですけどね。いや、Google のストリートビューで見るとあんま面白くないんで、ね、ちょっとこっちの方が良さげだなってわけでね、うん、やっぱり土産物、いや、こういう昭和な感じいいですね。80円、うん、でも今買っていくとな、ちょっと荷物になっちゃうのかな。唐辛子まみれのせんべいとかあれば、うん、ないな。もういろいろありますよ。まあなんかね、こもっとなんかこう、うん、なんていうかな、もっと俗っぽい感じかなと思ったら、なんか落ち着いて品がある感じですね。箱根登山鉄道ね、単線ながら本当に本数多いですよね。まあ、20分に1本くらいですか、うん、そう。じゃあ力入ってみるかな。でこのね、強羅公園って、こっちからちょっと行ってみるか。こういうね、
っぽい店もいいですよ。値段の方はですね、最近はどこもこんなもんかね。めったもう外食してないんでね、外食の相場がよくわかんないんですよ。いや本当はね、昨日来ようかと思ったんですけど、やっぱり土曜って辛いっすね。日常のね、労働の疲れがね、なかなか抜けんしね。それにやっぱり早起きしないといけないですからね。今日も朝5時起きでね、なんだかんだで準備して、準備2時間くらいかかるんだよね。でね、7時の電車に乗ってって、でようやくここに着いたのが11時。まあデコボコってところですからね。箱根の楽しみ方っていうのは、まあ、銭がありゃね、こういったところでもう1週間ぐらいのんびりと泊まりながら、温泉とね、酒や飯でふらっとね、山の方を歩いてね、空気を入れ替える、そういう楽しみ方したいですよね。これくぐって行っちゃうと道が違うような感じなんですけどね。これを登るのかな。ちょっと偵察行ってみよう。これは道路の立体交差でなくて、ケーブルカーの立体交差なんですね。公園下駅か、一駅登ってきたんだな。乗車券をお持ちでない客は乗車証明書、無人駅か。こっち行くとゴーラだよな。なんかあそこに車両が、あれゴーラ駅だ、そうか。じゃああれが登ってくるってわけか。でこのねケーブルを、ね、引っ張ってあげるわけですよね。いや、やはりケーブルカーだけあって勾配は結構ありますよ。乗ってくか。一駅歩くとちょっとは安いですね。早雲山駅まで340円。本数はね結構あるんですよ。20分に1本ぐらいか。でも、どうすっかね。やっぱりそうだな、もうちょい歩こう。これが普段ね街で生活していて、でろくに体使わないって人だったらね、ちょっといやこの先えらいな、えらい、これ大変だなって思いますけどね。まあ月にね2、3回は山登ってる身としては、まあこれぐらい大したことねやってね、しかも道がね完全に舗装されてますからね、本当にね一歩ね踏み間違えてね死ぬようなことはないですからね。ただちょっとね車があるんでね、車にやられちゃうっていう危険性はあるんでね、そっちはまあ考えなきゃいけませんけどね。これは温泉宿だよな。風呂だけでも入れるんですね。2時間1100円。今東京の銭湯っていくらだったかな、500円ぐらいか。でもこう2時間1100円っていうのは本物のねこの温泉としては安いかもしれませんよ。なんか自販機あるね、どうだ。これ意外と、いや安いですね。いやいやいや、観光地だからもう2、30円高いかと思ったら、まあ普通の町価格ですよ。まあ町っちゃ町ですよね。温泉宿じゃなくて別荘もねあちこちありますんでね。こんなとこにね、まあ立派なカフェレストランってある。箱根美術館、あ、それでか。で箱根美術館ってここなのかな。なんかこの先にあるっぽいね。なんかあれかな、あ、強羅公園って書いてあるね。でもまあ寄ってると本当に時間がね、もう秋の日は短いですからね。まあレストランだけじゃなくてちゃんとねケーブルカーの駅もありますよ。箱根美術館、こっから入んの。あ、結構しますね。まあ今日はね半ば偵察みたいなもんでね、まあどこに何があるかをとりあえずね頭に入れに来たって感じですよ。たまに車通るんですけどね、それがないと本当に静かですよね。水のせせらぎね、ちょっと脇になんかあるみたいでね、そういった音しかしないですからね。この坂ね、なんか登るのはね私だけですね。いや人は通行人はいるんですけどね、みんな向こうから
降りてくる人ばかりでね、やはり普段ね山なんか行ってないと坂たとえ舗装道路でもきついんですからね。でなんかね駅前とちょっとね空気の香りが変わってきましてね、なんか硫黄の匂いというかね、なんか硫化水素ですか、かすかにねその匂いがなんか漂ってんですよね。まあわかんない人はねわかんないかもしれませんけどね、今日はね地図持ってないんですよ。あらかじめねうちで見てきた Google のねマップだストリートビューだそういうので頭に入れてきてんでね、ちょっとねいろいろとこの迷っちゃいけないなと思いながら歩いてましてね。でその迷わないためにこの脇に見えるこれねケーブルカーの線路ですからね、まあ、これと並行してるってことはまあ間違いないでしょう。これマンションか、なんかここも駅があるな、いや駅から0分ですよ。あでもなんかこれも、あ社員寮か、なるほど閉鎖されてるのはなんかもったいないですね。ね駅から0分だっていうのにね、うわすっげえ傾斜だね、ね本当にやっぱりケーブルカーですよ。ここは何駅だ、ん あったあった中郷羅、なるほどこの中郷羅からあといくつ総雲山、あもうこれだけか、うん、じゃあまあ歩いていくか。とりあえずこの列車このケーブルカーはこれ見学していきましょう。こっちから来まして、これ下りですね。あ、ワンマンなんだ。あそこにポイントか、 あそこで交換するんだ。うわー満員だ、すげえな。降りる人いるのかな。あ、やっぱり何人かはいらっしゃいますね。でもやっぱりみんな終点のね総雲山まで行く人がほとんどでしょうね。私は足で総雲山駅目指します。この服はね、まあ、エミリアのねいつものなんかこうローブ、この精霊術師のローブってやつなんですけどね、まあ、エミリアの正装みたいなもんですね。で材質としてねこの服に関して、この私のこの今日着てる服に関してはサテンシルク、まあ、ポリエステルサテンシルクで暑いんですよね。いやこれがね普通のねギャバ、そうポリエステルギャバだったら通気性あるんですけど、このねポリエステルサテンですか、
見栄えはキラキラしていいんですけど、暑くてね、でこう坂登ってるとね、やっぱりまだね、もう秋といってもまだまだ暑いんですよね、私の場合ね。ただずっと突っ立ってると冷えますね。ここら辺ではぼちぼちもう紅葉が始まってますね。もう本当にここは標高があるんでね、季節が早いんですよね。これも本当渋いね。上強羅駅ね。そうするともう少しだな。じゃあこれを登ってきゃいいんだね。ここはどっち行ったもんだろうね。なんかバス停がありますよ。中強羅入口、本数はまあまあなのかね。まあでも19時で終わりっていうのは、まあ田舎のバスはこんなもんですよ。奥多摩もそんな感じでしたからね。でこっち行くとね、どんどんそれちゃうんですよね。ケーブルカーの線路はあっちの方なんでね、まあ、あっちの方に行った方が良いでしょう。結構ね、車の多い立派な道に出ましたけどね。これは何だろうね。前方にあるのがガード、あれはケーブルカーなんだよな。でもこっからね、道じゃないよな。これホテルの敷地だもんね。いや本当にこのね、ケーブルカーに沿って上がれないとね、困るんだよな本当に。最悪やっぱり、ちょっと戻ってケーブルカーで行くしかないのかな。向こう側にね道があるといいんですけどね。早雲山駅、ここに行ってロープウェイ乗るわけだから、じゃあこのガードをねくぐって行きゃいいのか。道はそうか、ちゃんとね左の方向、早雲山の方向に曲がってますね。じゃあいいや。あそこのねケーブルカーのガードを越えたら上り坂も一段落しましたよ。あれこれ集英社とかなんか書いてありますけどね、この赤い建物ね。まさかこんなとこにね編集部があるわけはないんでね。保養所ですね。いや一流の大企業はやっぱ違いますね本当にね。これえらい遠回りさせられるのかな。左の方に曲がってんな。でさっきのガードのとこにはね、早雲山駅はこっち行ってあったから、まあいいんだろう。上湯2キロ、小尻6キロ。いやでもそう言われてもさっぱり分かりませんよ。このねだだっ広いこの空き地っていうか森、なんとね幸福の科学の建物ができる。しかも令和5年7月で着工って言ってもねえ、まだ何もしてないですよ。看板だけですよ。いやでも本当にもう教祖がね死んじゃって今ね、二代目もあんまりこの幸福の科学興味がないみたいな感じで、いやどうなるのかね本当にね。幸福の科学ですけどね、いや幸福を科学するって何ぞやと思ってちょっとねホームページを読んでみたらさっぱり余計分かんないんですよね。なんかみんなの幸福をなんか高めるとかそういうのを実現させるためにばかりで、幸福の定義が何ぞやってよく分からないんですよね。だから人によって幸福の定義違うじゃないですか。本当に金をねガッと稼いでね、あもういやいや視聴者さんかな、ありがたいですよ。まあまだ話戻しますけどね、だから人にとっての幸福ってそれぞれ違いますからね。本当に金をねブワッとね山のようにねこの積んでね主人にクリーンで楽しむっていうのが好きな人もいればね、あるいはね人民平等のねパラダイスみたいパラダイスみたいな国が作りてって、それを実現させるのが幸福だって、ね、正反対の方向ですからね。それこそね幸福の科学をはじめとするカトリック宗教をぶっ潰してね、もうそういうのないね健全な世の中を作る、それが幸福だって、 そういうのもありですからね。いや人によって、ね、幸福の形が違うんですからね。さっきね幸福の科学のなんかね建物の予定地、あれからねちょっと歩いたらなんか
総雲山ってあるんですよね。ついて馬子、それからやっぱロープウェイ乗れますから、馬子から。なんかロープウェイって言ってますけど、はい、このロープか、そうか、ロープウェイか。するとケーブルカーの総雲山駅、あ、なんとか着きましたよ。すごいね、なんかうなりを上げてますがね、これがケーブルカー駅、来ましたね。いや、これはね、本当に足で登ってこないと見られない、これは光景ですね。でこれね、本当に待ち時間ほとんどないんですよね。なんか1分ごとに出るって話なんでね、まあ、こうやってるともうなんか、あ、出発しますね。ほらこっち出てきますよ。おで上からね、大涌谷を眺めるって、まあそういったわけでしょう。かっこいいもんですね。じゃあ私もね、早々に乗りましょう。さあここね、ケーブルカーの総雲山駅、間違いないですね。じゃあここからね、まあ行きましょうって。あ、なんかいい感じにね、これ下界が見られますね。こりゃいいやね。え、あっちの青いのは海かな。で山はこんな感じか。さてここが入り口でありますか。どんな具合なんだ。